新シリーズ池袋バー入門第1回目は独断でクエルクスバーさんにお邪魔しました。クエルクスバーです。はい、由来ですか？はい、ラテン語で、クエルクスバーというのは、オークダルのオークを意味するんですね。なので、まあ、いわゆるその皆さんが知っている、どんぐりの木のオークですのその総称になってます。そうですね、カシとかナラとか、はい、そういうブナとかそういう、木の名前です。こちら今度何年目でしょうか？10周年になります。はい、オークは何年ですか？2001年です。はい、そうですね、バーテンダー歴20年、になります。そうですね、一時ちょっと、お金を貯めるために、屋根屋さんで屋根職人をやってた時期がありまして、で趣味がサーフィンなので、とあるスポーツ店で働いてたこともあります。まあ、大体ずっとバーで働いてます。聞いちゃいますか？もう恥ずかしながら、まあ、皆さんよく話してるんですけども、ちょうど19、18、19ぐらいの時にそのトム・クルーズのカクテルという映画がありまして、で、まあ、バーテンダーになればそれモテるんじゃねえかとそういう不純なことから始まりまして、実際はもうそんなことは一つもなく、本当ですか？はい、厳しい世界で。以前いた森田さんで、4年半修行してたんですけども、そこでこうモルトの勉強をし、プロとしてのその、技術だったりとか会話だったりとか、まあ、いろんなことを学びで、まあそうですね、そろそろいい年なので独立したいなという、もともとその独立願望はあったんですけども、20代の頃があったんですけども、まあ、それちょっといいタイミングだったので、そろそろいいかなと思って独立しました。森田さんすごい近いじゃないですか。出店の時はよく言われるんですけど。そうですね。たまたまです、それ。たまたま、その、いろいろやっぱり当然物件探すんですけど、その、たまたま、その、近くに、紹介してもらった、その、動線さんから紹介してもらって、こんなとこがあるんだけどって言ったのがここだったんですよ。はい、今が多分10年経って、そのコンセプト通りにやっとなってきたかなと思うんですけども、その、やっぱりその、なんだろう、皆さんが、その、若い方から、年を取った方まで、皆さんがくつろげて、で、美味しいものを食べて、美味しいものを飲んで、ワイワイガヤガヤ、敷居も低くて、楽しんで集まってくださる場所を提供したいなと思って、それがうちのコンセプトです。肩肘張らずに、やっぱりお酒ってどうしてもそのなんだろう、特にモルトウイスキーなんかは、暗いところでこうグラスを傾けて静かに飲むのもまたいいと思うんですけども、やっぱりこう自分の性格上楽しく、酒は楽しく飲んでもらいたいなと。もちろんそのね、酒の説明だったりとか知識っていうのは酒のつまみ程度でいいのかなと思ってます。知りたい方にはいくらでも、ね、お教えすることができるんですけども、ね、基本は楽しく飲んでもらいたいなと。なんか詳しいけれどもそんなに認知を語るような店じゃないな、ね、そうですね、はい、はい、お酒抑えつつやってるんで、おそらく200前後なんですかね、その辺だと思います。200前後、はい、種類的にははい、年はですね、ちょっと今年はこれです。ちなみにこれはどういう、これですね、グレンゴインっていう蒸留所なんですけども、はい、グレンゴイン、はい、の、蒸留が、12年熟成のシェリーダルなんですね。で、1998年蒸留になります。はい、ボトルは何ミリリットルおいくらで、700ミリで、
ボトルの販売価格はまだ決めてないんですけども、一応120本、はい、今回は、このグレンゴインさんとこのコラボレーションラベルということで、うちのロゴと、ネームが入った、グレンゴインさんとダブルネームということで、オフィシャルラベルで出ます。難しいですし、もちろんその安いものもあれば高いものもあるので、まあそうですね、初めてのお客様はその辺難しいと思うんで、どん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 従業員に値段を聞いて、言っていただければそれに応じたものをお出しするような形を取ってます。はい、大丈夫ですね。はい、今日前に入って値段を聞くのってすごい恥ずかしいですね。全然タブーでも何でもないんで、どんどん聞いた方がいいと思います。特にシングルモードに関しては。はい、お店です。お店は今います。もちろんすごく素敵な従業員が一人と、あとアルバイトの人がいますけど、はい、顔でかいでしょ。半歩引いてます。名前をお願いします。坂井俊秀と申します。おいくつでいらっしゃいますか？31です。皆さんから見るマスターはどうですか？そうですね、兄貴的存在ですかね。厳しいところも多々ありますが、プライベートとかはかなり優しいですね。いろいろと飲みに行ったりとか、サーフィンもちょっと教えてもらったりしてます。そうですね、全信頼を置いてるこの右腕的な存在なので。高井さんはこのきっかけは？きっかけはですね、僕がまだ学生だった頃に好きだったバーテンダーがいて、その人のこう働きっぷりがすごく好きで、あ、こういう人になりたいなって思ったのがきっかけです。こういう時代でこういう不景気なんですけども、皆さんぜひ遊びにいらしてくださいっていうことと、ウイスキーがたくさん置いてるお店なんですけども、見ての通り堅苦しくなく、料理とともに美味しい料理と美味しいお酒を飲みに来てください。すごくラフなお店なので、まあ、従業員もこんな感じなので、まあ、気さくに何でも聞いていただければ、お酒のこと以外でしたら何でも答えます。お酒のこと以外で、お酒のこと以外で、お酒のこと以外で、下ネタも OK です。下ネタもカクテルも作ります。また新宿渋谷と違った感じなんですけども、はい、地域密着型、結構その池袋って大きな都市ですけども、近所に住んでる方がすごく多かったりとか、はい、まあでもどんどんいい方向にいろんなものができてきて、はい、豊島区役所も変わり、はい、どん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 発展してってる街じゃないかなと思います。で、若い方から30代、40代、50代、一応上が70代の人もいますけども、はい、皆さんが遊べる街じゃないかなと思います。なかったです。はい、池袋で仕事をしてるのが長かったんで、やっぱりそのこの土地で勝負しようかなというのはずっと思ってましたけど、はい、5年勤めてますけど、すごく楽しい街だなっていうのを感じますね。なんかあんまりガヤガヤしすぎず、はい、でどこに行っても何でもあるので何でも揃いますし、すごくなんか楽な街だなと思います。はい、あ、頑張ろう元気。ご説明はいいですか？説明、あ、見ての通りなんで、はい。
った趣向で、グラフィティさんっていう、はい、行ったことあります。カラさんとはやっぱりまだ僕の兄貴みたいな存在の人なんで、あ、そうです、はい、グラフィティさんなんかいいかなと思うんですけど、はい、ロックンロールのお店なんで、変わった雰囲気通風コンセプトがしっかりしてて、めっちゃいいかなと思います。いいですね。